エッグハルト・トール著、沈黙は語る、第一章、危機物語。第一章、なぜ心の静寂が大切か。心の静寂を失うと、本当の自分とのつながりを失ってしまいます。本当の自分とのつながりを失うと、この世で迷子になってしまいます。本当の自分、すべての人の心王にあるこの感覚は、静寂な心と切り離すことができません。本当の自分こそが、名前や形を超えたあなたの本質です。静寂な心こそがあなたの本質です。では、静寂な心とは一体何でしょう。それは、言葉を意味のあるものに変換している内なる場所、あるいはシンプルに意識と呼んでもいいでしょう。意識がなければ物事を認識することができません。意識がなくては思考も世界も存在し得ないのです。簡単に言うなら、私たちは人間という形態をまとった純粋な意識なのです。あなたはどんな世界に住んでいますか？もしあなたの世界が創造しいなら、それはあなたの心が創造しいからです。もしあなたの世界に平和があるなら、それはあなたの心に平和があるからです。世界の平和はあなたの心の平和を投影したものです。世界が静寂に感じられるなら、そっと耳を澄ませてください。ただ、静寂に気づくだけでいいのです。静寂に意識を向けるのです。静寂に耳を傾けると、あなた自身の内なる静止の次元が目を覚まします。あなた自身が静止していない限り、静寂の次元に気づくことはありません。世界の静寂を意識しているとき、思考活動が静止していることに気づくでしょう。あなたは静寂があることに気づいています。でも、決して静寂について考えているわけではありません。静寂に気づくようになると、それは心が研ぎ澄まされた状態であることに気づくはずです。これは、言うなれば、私がある状態です。あなたは、何千年もの間人類を束縛してきた集合意識という檻の外へと、ついに一歩足を踏み出したのです。木々を、草花を見つめてごらんなさい。自然と心を一つにするのです。いかにそれらがじっと静止しているか、いかにそれらが大いなる存在にしっかりと根を張っているか、じっと静止する術を自然から学ぶのです。植物を観察して、それが静止していると感じることができるなら、あなた自身も自然に静止するようになります。あなたは、とても深いレベルで植物と一つになったのです。じっと動かずに何かを観察することによって対象と一つになったと感じます。自分が万物と一つになったと感じること、それが本当の愛なのです。物理的な静けさは確かに静止の次元に至るのを助けるでしょう。けれども、それは静止の次元に至るための絶対条件ではありません。騒音がある時でさえ、騒音の奥にある騒音が生まれる場所に静寂を感じることができます。その場所が内なる純粋な意識の場所なのです。あなたは五感とあらゆる思考の奥に横たわる純粋な意識に気づくことができます。意識に気づくとき、内なる静寂が表層に現れます。煩わしい騒音でさえ、静けさと同じだけ役立つことがあります。どんな風にして？騒音に対する心の抵抗を手放すことによって、騒音をありのまま受け入れることによって、この受容もあなたを内なる平和の次元へと導いてくれます。それも静止状態の一つなのです。今、この瞬間をありのままに、100% 受け入れるときは、いつでもあなたは静止しています。あなたは平和の中にいるのです。
隙間、スペースに意識を向けてみてください。2つの思考の隙間に、会話中の言葉と言葉の間のちょっとした隙間に、ピアノやフルートの音符と音符の間に、呼気と吸気の間に、こうして隙間に意識を向けるとき、対象に向ける意識は純粋な意識そのものに変わります。純粋な意識である携帯のない次元があなたの内から現れ、携帯による認識にとって変わられるのです。するとどうでしょう。真の英知が静かに活動を始めます。静止の空間、これこそが創造性が誕生し、問題の解決策が見つかる場所なのです。静止とは単に音のないこと、空っぽの状態を意味するのではありません。静止とは英知そのものです。それは万物が生まれてくる形態の奥に横たわる意識です。それがあなたと離れ離れであることなどあるでしょうか。あなたが私とみなしている形態を生じさせたもの、あなたの生命を支えているものが意識です。意識こそがあらゆる銀河のエッセンスであり、草花の、木々の、鳥たちの、ありとあらゆる形態のエッセンスなのです。静止だけがこの世界で唯一形のないものです。とは言うものの、静止は厳密に言うとものではありませんし、この世に属するわけでもありません。静止の状態から木々を見つめているとき、あるいは人を見つめているとき、一体誰が見つめているのでしょうか。それは単なる人間以上の深い存在です。意識がその創造物を見つめているのです。聖書にはこう記されています。神は世界をお作りになりました。そして世界はなんと素晴らしいのだろう。神はそう思ったと。考えることなしに静止の状態から物事を眺めるなら、あなたも神と全く同じように感じるはずです。もっと知識が必要でしょうか。もっとたくさんの情報を収集すれば世界を救えるでしょうか。あるいはもっと高速のコンピュータがあれば、もっと科学的解析あるいは知的分析をすれば世界を救えるでしょうか。それよりも今人類が最も必要としているのは英知ではないでしょうか。では英知とは一体どんなもので、どこを探せば見つかるでしょう。英知は静止することによって身につけることができます。何はともあれ見つめてください。耳を澄ませてください。それ以上何もいりません。静止していること、見つめていること、耳を澄ますことによって、あなたの中に眠る観念でない英知を呼び覚ますのです。静止の次元に言葉と行動を導いてもらうのです。